素敵だなと思って声かけたんですけど。え？僕が？はい。もしよかったら、私と交尾してくれませんか？おお、肉食系女子からの逆難展開来た。俺にもついにモテ期が来たで。お、僕でいいなら、もちろんオッケーだよ。やったー。ちなみに、え？僕のどんなところが素敵だと思ってくれたのかなーって。あ、その大きく膨らんだお腹とか、すごく美味しそうだなって思って。オスとしてじゃなくて餌として？いや、このメスカマキリ交尾した後に僕を食べる気満々や。いや、その交尾した後メスに食べられる的なのは聞いたことあるからある程度は覚悟できてたけど、そんな食べる気満々で来られるのはちょっと。何言ってるのよ。え、オスならそれくらいしっかり受け止めなさいよ。それくらいって。まあわかった。俺もオスや。これを食べて元気な子を産むための糧にしてくれ。ありがとう。それじゃあ、早速。それ、うわ、何これ。なんかスパイシーな。何って、調味料やけど、交尾する前に先に調味料かけるとかやめてくれる？性欲より食欲が強すぎてないないなんやけど。いや、ちょっとこれはあんまりじゃないかな。もう少し交尾の方にも重きを置いてくれよ。そしてもうちょっと命をいただくことにも敬意を払ってくれよ。あ、私ったらごめんなさい。それもそうよね。え、これは、あ、ペットか。よかったよかった。これで少しは雰囲気も出そうやな。いや、おさらいけど、肉食系すぎるー。